フォワードって、結構あれこれやってる割には給料が低いなっていう感覚はあります。通関士って、通関してやつくじゃないですか。結構大きくないですか。通関業者のボーナスが少ない。ボーナスで差がついちゃってるのかな。どうも、ゆめこです。佐竹です。はい。まあ、今回はですね、貿易に関わるお仕事の、給与の部分をね、お話しできればと思います。皆さん多分転職でね、まず、重要視するのは多分給与の部分が結構ウェイトが大きいと思うのでね、まあ分かりやすくご説明できればと思います。はい、セキララに語って、セキララに、はい。ということで、まあ、今回、まあ、ちょっと厳選させていただいて、メーカー商社と、フォワーダーとあとは通関士の、給与についてちょっとお話しできればなと思っております。はい、はい、じゃあまずはメーカー商社から、うん、はい、でメーカー商社もね、営業とか貿易事務とかいろいろあるんですけれども、今回は事務に絞って、お話しします。はい、はいはい、でメーカー商社どうです。どうですか。その日本のね、その平均年収とかあるじゃないですか、はい、男女とかこういろいろね、はい、でそれと比較しても別に悪い水準ではないかなとは思いますよ、うん、商社メーカーに関して言うと、はい、そう、でその貿易事務って言ってもそのやっていることがレベルがやっぱりあるじゃないですか。どこのレベルをやってるのか、それによっても給与も変わってくるし、確かに貿易事務をまとめてるマネージャーっていう職種であれば当然手当がつくだろうし、はい、それによってこうだいぶ変わってくるのかなと思いますよ。そうですね、はい、まあ商社に関しては大小で結構変わってくるなっていう印象で、まあ、メーカーはね、大体結構貿易やってるメーカーって大体規模大きいから、なんか結構安定して高めの給与をもらってる感じなので、30歳ぐらいで基準で考えるとメーカーって普通に500万とか普通に結構いってる子多くないですか。多いですね。ですよね、うん、で商社はやっぱピンキリで、うん、ちっちゃい商社はなんか30歳基準で見ると、まあ、低い子はね、ほんと300万円台とかいるけど、うん、でも普通にそれなりの規模の商社だったら500万とか結構いってますよね、うんうん、そうですね、400万後半はなんかいってる印象がありますね、うん、ありますね、はい、今度はフォワーダー。フォワーダーそう、出身業界、まあ、僕もそうか。フォワーダーはCS ってことですか。カスタマーサービス。そう、 CS、 そう、うん、僕の感覚で言うと30歳から35歳ぐらいの CS、はい、ってなると350万から500万の間ぐらいですね。ああ、私もそんな感覚です。はい、だいたい私の感覚だと400万から450万ぐらいかな、うん、そうですね、うん、30歳ぐらいで、うんうん、で低い人は本当になんか300万円いくかいかないかぐらいのね、の方も結構いらっしゃいますよね、うん、ね、そうなんですよ。で結構やっぱりフォワーダーって結構汎用性が広くってね、あれこれやってる割には給与が低いなっていう感覚はありますね。うん、まあ、僕なんかもね、結構 CS に助けられることもありますでしょ、営業として、ね、はい、だからそう考えるともうちょっと給料、うん、全体的に上げてもいいんじゃないかなとは思いますね。いや、そうなんですよね、うん、既存の顧客がこう定着するのって結構 CS の、 力量だったりしますよね。ありますよね、ね、うん、じゃあ次、通関士。通関士、はい、これは難しいですよ。難しくないか。どう感じます、通関士さん。まあそんなに、ね、面談数はね、貿易事務の方々と比べたら数はね、そんな少ないんだけど、感覚的に見ると、うん、35から40ぐらいでいくらぐらいですか。35から40ぐらいだと500万は超えてる印象。ああ、それも僕同じ感覚。同じね、はい、そう。で結構X 見てるとなんかその通関士の給与は低いってね、皆さんおっしゃってるんですけど、まあ、今通関士の一応平均年齢がなんか40前半、42歳ぐらいかな、うん、なんですよね。厚労省の統計だと、うん、まあ、500万ちょいっていうような統計が出てるんですよね。どうなんでしょうね。なんか確かに若い子たちは給与が低い印象ではあるんですよ。20代の通関士、うん、通関士って
会社で通関手当ってつくじゃないですか。はい。うん、それって何1万円とか1万5000円とかつく会社さんもあるじゃないですか。そうです。通関手を取ってる通関手当。うんうん、はい、うん、それは基本給と別ですよ。そうですね。結構大きくないですか。大きい。1万1万5千って大きいんですよ。うん、それだけでもそういう部分で通関士の優遇されてるというか、うん、それなりに認められていると。まあベースが低いんじゃね、それもらっても意味ないよって話もあるかもしれないですけど、別に低いっていうイメージはあんまりない。ただそのなんて言うんでしょう、給料上げない会社さんとかは、うん、多分低いままかもしれない。なんか私の感覚は通関業者のボーナスが少ない。あ、そうですか。と思う。基本給、あ、わかんない。大手は結構もらえてると思うんですよ。でもなんか普通のこう通関業者単体で見るとなんかボーナスは実績が年3ヶ月分とか。うん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 、メーカー商社とかすごいじゃないですか、うん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 、それと比べて6ヶ月とか普通に出るじゃないですか。あ、すごいですね。5、6ヶ月とか、うん、ね、だからそれと比べたら基本給は確かに基本給プラス手当で月もらえる給与は若干、うん、まあ悪くないかもしれないんだけれども、うん、でもボーナスで差がついちゃってるのかなっていう、うんうん、で私の認識はだいたい30歳ぐらいでだいたい400万から450万、まあフォワードと同じぐらいかな、うんうんうん、まあそうですね、はい、まあでもその役職によってどんどん上がっていくし、まあ、通関士って必要なものだから、はい、まあ、そういったところでは、うん、あの目指してもいい道なんじゃないかなって思います。そうですね、はい、こんな感じでね、はい、参考にしていただければと思います。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。この放送は貿易国際物流の業界に特化した転職エージェント株式会社 HPS リンクの提供でお送りしました。世界と渡り合う貿易の業界でワンランク上の転職サービスをお求めの方は HPS リンクで検索ください。皆様からの転職のご相談をお待ちしております。